全盲女子の波平丸です。今回もいつも一緒に動画を作ってくれている和平太さんからトークテーマが届いてますので、この iPhone で見てみましょう。波平丸ちゃん、和平太です。突然だが、形あるものはいつかは壊れたり古くなってきて性能が劣化したりするよな。しかもそういうのって続かないか。我が輩は自分の不注意で iPad を落としてしまい、悲惨なことにその後もいろいろ買い替えが必要なものが出てきた。そんな中からとりあえずボロボロになってたエコバッグだけ新しくした。高いものは我慢だ。ということで、お主も何か最近買い替えたものとかあれば語ってくれたまえ。もちろん面白いエピソードを交えてな。はい、そうなんですよね。もう壊れる時ってね、どんどんいろんなものが壊れていきますよね。あれ何なんでしょうね。私も実は最近買い替えたものがありまして、というのもですね、まずこの目ですよ。私の目が新しくなりました。義眼を作り替えたんですね。そう、今新しい義眼でお送りしてますよ。まあ、大して変化はないかと思うんですけど、義眼っていうのは2年に1回は新しくすることが推奨されてるんですね。なんですけど、まあ私はですね、動画をずっと見てくださってる方はもうご存知かもしれないですけど、こういう性格なんで、もう2年なんてとっくに過ぎているのにずっと使い続けるみたいなことをしていて、さすがにちょっとやばいかなって、ちょっと目に違和感あるかなっていうところまで来てしまったので、交換することにしました。でこの前作ってもらったんですけど、まあすごいですね。もうその場ですぐに作っていただけるんですよね。私の目に合わせてね、ちゃんともう2時間ぐらいで終わったんですよね。でまたね、こう前に使ってたのと同じような感覚で使える義眼になっているので、すごいなぁと思って、でもやっぱりね、そうやってこう一人一人違った目にね、合わせて作ってもらうような義眼なんで、まあお高いですね。おいくらぐらいなのかなと思ったらですね、両目で17万円なんですよね。でまあそれを全部私が負担するわけではなくってですね、義眼っていうのは補装具といって、身体障害者の身体の機能を補うための道具ということで、購入の時に国から補助が受けられるということで、まあね、負担は少なくて済んだんですが、とは言ってもですね、1割は自分で負担しないといけないので、結構な額にはなりまして、はい、まあね、まあでもまたいい義眼を作っていただけて本当にありがたいなと思ってますね。という感じで私の目も新しくなったんですが、やっぱり目だけでは終わりませんでしたね。私のこの iPhone、 いつも和平太さんからの指令を読み上げてくれている iPhone もですね、バッテリーが劣化してきまして、交換してきたんですね。まあこれも使い始めて、もうすぐ4年になるので、まあそういう時期なのかなという気もするんですけど、なんかね、こう、急にバッテリーの減りが早くなったなって感じたんですよね。夜中とか全然何も触ってないのに、思いっきり減ってて、これはもう変えるしかないのかなと思って、バッテリーの状態を iPhone の設定から確認することができるんで、
確認してみたらですね、著しく劣化していますと出てきて、まあ、これは替え時かなと思って、で変えたらまあ新品のようにね使えるようになりまして、すごいですねやっぱりね。でねまた今もう4年使ってるこの iPhone ですけど、できるだけ長く使いたいなと思っていて、でまあサポートが終了したらもう使えなくなっちゃうんですけど、サポートがあとどれぐらい続くのかなと思って調べたら、まあ、あと3年くらいは大丈夫なんじゃないかということなんで、3年は使いたいですね。でこれを機にバッテリーを長持ちさせる方法を勉強したんですけど、いや知らなかったですね。バッテリー充電するときに私ね 100% まで充電するものと思っていたんですけど、バッテリーにとって一番いい状態っていうのは 20% から80% の間なんだそうですね。だからあんまりね、フル充電しない方がいいし、 0% まで使い切るみたいなこともしない方がいいということなんだそうですね。そういう状態にしてしまうと結構負担がかかるんだそうで、うん、でバッテリーね、こう暑すぎたり寒すぎたりっていうのも良くないし、でまた充電をしながらね操作をするっていうのも良くないですし、ということで、まあ、考えてみたらもう人間と同じような感覚ですよね。お腹いっぱいすぎるのも良くないし、空腹も良くないし、ね、暑いのも寒いのもね良くないし、またこうエネルギー補給してる時に仕事を与えられるのも嫌だっていうのはね、もう本当一緒ですよね。だからそこを気をつけて今後も使っていきたいなと思ってますね。ということで今回はですね、私の新しくしたものについてお話ししました。皆さんは何か最近買い替えたものなどありますでしょうか？もしよかったら教えてください。ということで、今回もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。